イミテーション、模倣、真似、偽物。それは最初から叶わない未来だったのかもしれない。青春はうまくいかない。嘘だらけの自分には一体何が残るかな。約束も過ごした時間も終わりはすべてあっけない。人は飛べない。でも空想の中では違うから、かつての青さとは程遠く夢をつかんだと思う。完璧でないといけない気がして、自分じゃない自分を生きていた。あの日、国際式の彼女に出会うまで。